オリエンタルバイオプレゼンツリオの踊るウィークエンドフラットスルガク 行きたいぐらいですねこれ確かに久しぶり覚え頭の中で覚えれるんですけど逆に音符見たらわかんなくなっちゃった見たらいけるわやっぱこれが普通の人と音楽家の違いだえちょっともう一回こうダモンで聞きたいですねおかわりダモンでえ二人やるのうん今の音に乗せていきたいですねもう一回お願いしますいきなりくるよミュージックスタートダモンデーチチパリピラニ ここは静岡駿河と泥谷、見よう見えよう見え中島さんこれ、中島さんに全部持って帰るね。<laughs> 難しいですけども、リオちゃんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやもう今日もですね、皆さんたくさんの方もスタジオに招いて、はい、はい、ここ SBS にお招きしまして、今日はライブ配信なんかも送りましたが、はい、え今日は3をテーマにお送りしましたライブ配信でしたけども、はい、どうだったでしょうかね。うん、いろいろなね三大要素っていうのやりましたね。うん、ドイツ三大 B だったり、あとは音楽要素ですね。音楽要素。なんかそれ深かったというか、まあ、どのメロディーもきっとそうなるんでしょうけど。うん これとこれを足すと音になるっていう今のダモンでもそうだよドゥンドゥンドゥンがリズムでギターのストロークジャンジャンがハーモニーでうちらがメロディーのうまく奏でられたのか謎ですけどもさあということでこの時間からはウィークエンドフラットということでちょっとね低めの気持ちでいけるフラットって半音下げるだっけ半音下げる気持ちもちょっとおていう感じでいきましょうね全然ね拾えてないんですよ毎回ね このシャープの時、オ、うん、ドルビケのシャープで、うん、まあ皆さんからメッセージ募集するんですけど、全然読めないのよね。うん、読めないであの台本も全然読めないの。読めないの。だって一個。 ね、ねそそううだ一、ね、コーナーナぐらいに飛ばしてます、ね、なんだよであのこのフラットの方もシャープの方も、うん、今時間大体決まってるのよ、うん、だ今回もこの時間ってフラットおよそ30分だと思うんですけど、うん、も押してるしそうもう台本も読んでないからんで,でもやっぱり、うん、シャープで出しきれなかったものをフラットで回収してやっぱシャープとフラットはセットで見るべきなの確かにねリオちゃんさっきも言ってたもんね言ってたの意外とねみんなねフラット見てないの,のそうフラット忘れてる人がいるんだよね意外とこっちの方がいや そうなのおいよ、ね、<laughs> 美味しいのおいしいのあのー、自由に喋れる感があるのそうそう好きな人たちの裏トークっていうか、うん、そ,うそういうのが見れますねぜひ皆さんフラットも忘れずにいていただきたいと思いますがだってさ,ってさまずさいやメッセージ拾うよフラットで今から拾ってもでもまずさっきシャープで紀藤さんがいろいろ話しかけてやめたのがいっぱいあるの、うん、あ三大紀藤トークそうえっと<も>シャンプー入浴剤耳垢どれも長くなるぜ <laughs> これまたシャンプーはだから言ったじゃん,んあの頭皮の問題を頭皮が赤くて希とちゃん、<ー>日に当たってるみたいだよって美容師さんに言われたんだけど全然日なんか当たってないんだよ。うん、したら要は熱湯というか <あ>4 3度で洗ってるから良くないよって話して3日前から39度にしたらすごい快適だな話でも、今話してましたけど配信の前にサウナとかもちょっと危ないもんねそういいんだけどやっぱりねちょっとデメリットもね両方あるのよいい部分とね何でもそうよねでもこのフラットはいいとこしかないから。ありがとう ね、間違いないよね。もう一個何？でもこあと二個三十分で終わんないもん。入浴剤何？入浴剤はあの今日もプレゼント実はねファンの方にさ入浴剤いただいたんですけど。ってことはもう入れたことですか？りおちゃん風呂に入れてことですけど、あの入浴剤ってね、だからこうま家族の話はしたじゃん。一番最初に要は娘さんがね入浴剤って入るとパパとかお兄ちゃん嫌がったりとかさ、であと顔をね、風呂の中でこう洗うでしょ。っていうのでまず止まったの。 これさなんでいいよもう仕立てた,立てたえだからえじゃあ逆に聞きますよ、うん、ニューヨーって何のためにしてんのえ体のリラックほぐすとか、うん、温めるとかし,そしたらどうし…ちょっとやるようん風って入ってふ風っ,って入ってはハーって,ハーってそれやらないそれやらない嘘でしょだってそれも居酒屋でおしぼりで顔拭くおじさんと一緒ですよえいやちょっとでもねそれはわかるけど、うん、あれも無意味じゃん。 <え>無だだけど気持ちちななんかもうなんかととくやっちゃっゃてんでしょそれと一緒だよえじゃあさお風呂場に入ったら <うん S 1> 動かないの動くけど別に顔これはやらないですなんか足もんだりここのリンパをしたりとかしますけどうわーはやらないです絶対少数派ですよそんなことないからいや確かに銭湯とかでバシャバシャって歯磨きとかさいうのよくないけど <laughs> でも私正直銭湯とかでもやるよやんないよだってあのホテルで入浴場があったりとか温泉とか行くと、うん まあでも確かに今言われて思ったのはテレビの撮影とかで温泉のシーンなんか撮るじゃない確かにそのお湯を顔に当ててふわーっていう女性はいないですねまあれは化粧してますからねでも芸人さんとかでもさぶわーってやるじゃんえ知らない嘘え絶対やんな今度やってみてすごい気持ちいいいいいいんかもうメンタル的に気持ちくないえっリオちゃん結構潔癖なのかな分かでも顔汚したくないじゃんやっぱ麗でいで痛いじゃんえっきれじゃん綺麗なリオが入ってんだもん 違う、なんか、やっぱ、私、お風呂入る時の理由、がやっぱり。日焼け止めとかを、まず、ふやかして落としたいんですよ。化粧もそうだけど。え、なんか、どこで。え、美容トークする?。うん、浴室で落としてんの?。<laughs> あ、そう、なんか汚。したね。違う、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 違う。その、強めの日焼け止め <laughs>。とか、お化粧もさ、いきなり、今、メイク落とし、オイル塗ってるでしょ?塗ってる。きっと、それも、ちょっと、あったかいお湯で、ふやかしてから、落とした方が、肌がいいの。それを、の、同じことを、お風呂でやってるの。 なるほど、ね、日焼け止めとかちょっと汚れがついちゃったりとかして出たところで体を洗うっていうだからあ最初にそれなんだあ、でもお風呂あれですよ洗ってあのトリートメントつけた状態でそういういろいろマッサージしたりとかえ、すごい細かいこと聞くけどね、うん、私もよくさ一人暮らしの時は、うん、あの浴室で風呂の中で今のお湯と同じ、うんうん、やっぱあったかいからメイク落ちやすいんですよ、うん、でマスカーとかこうやってや,ってやるとあそういうのはやんないですよねえ,え <laughs> 浴室の風呂にね、ついちゃうのマスカラのこの黒が、でそれが取れないのよ。やらないやらない。スタッフさんうち来たことある人。まずまずどう。今同じ感じで聞かれちゃってます。え今みんな思ったよね。違いますよ。お風呂の中でメイク落とすんだ。違います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 。お風呂のお湯に入るとか顔にちょっと汗かくやない。あれでメイクがちょっとこうふやけるんですよ。その状態でメイク落としを使うのあのお風呂湯船から出てそう。面倒くさいよね。えすごいよ。 そういうことやってんのよいやだからそれなんだよやっぱ美はそうだよ美はそれなんだねそうだよでもそれやっぱできないんだよいやいやたでもま木戸さん綺麗だもんね普通になんかキャラ的にちょっと面白くなかっちゃってけど <laughs> <laughs> なんかちゃんと綺麗な人なんですけどもうそう見えない <laughs> えでも風呂の中で顔洗わないっていうのは私初めて出会ったよ人間の中でだかそれだか居酒屋でおしぼりで顔を拭く人いたらさうわって思うでしょえでも洗いますよね <laughs> いやいやいや女子もおられますよねいいんです<や>あの<う>偉い人とかいいんです女子も<え>だよね,よね本当ですかいや,いやこれはねディオちゃん以外ってら失礼ですけど多分それはあ多分私はあれだわじゃあメンタル的にできないんだけどあそうだそれは嫌な人なんでしょうね、うんうん、嫌な人がそんなに多分この世にいないですよえー、だって私顔拭のタオルとかじゃないぐらい嫌だよ。 何で拭いてんの顔をく専用のティッシュみたいなやつ置いてる使い捨てのだからさ美なのよ <laughs> これなのよね <laughs> えそれやるかも嫌なかもあやっぱ顔に、うん、とてつもなく気を使ってらっしゃるのよマジで使ってるよだから美なのよ一応ね <laughs> 仕事でばっからねギリねいやでもすごいこのトーク1時間いけるで で、入浴剤がだから要は風呂の中で要はこれするから嫌だなっていうあそういうことね口の中に入るからお湯だったらまだ目の中とか口の中とかになんか垂れる可能性もあるじゃんあと目ね目よくないなと思っちゃうじゃあもう洗わなきゃいいじゃんもうだかだから入浴剤入れないから入浴剤を例えば入れちゃった日はやっぱ顔を洗えないあじゃあ入れた方がいいんじゃない で、うんうん、出た時にもう一回やらなきゃいけないんでシャワー流す、入浴剤ついてるからさうん、うん、水もったいないじゃんうんっていうタイプようんえ、だから紀藤さんは入浴剤入れた方がいいんじゃない本当はね、変わらなくなるからね そうすると出るときにもう一回シャワー浴びたくなるからいいじゃん。あ見とこいいよ。水もったいないじゃん。お料金上がってるだよ。活性出るじゃないですか。待ってくださ本四ページのえ、まあ本当でも全然コメント読んでないからちょっと拾っていきたいと思いますよ、りおさん。えでも待って。今一個さもう一個だけもう一個だけ。どうなんか私今レースくんやってるじゃないですか。あでチームの子が気をつけてる美のことみたいなやつで。知りたいね。さらにびっくりしたのが、あのシャワーのこの水圧だと鼻が傷んじゃうから。 これで変わらないようにししててるってこ言いましたもうさすごくないそこまではしてないもうなんかそんな人いるらしいんかやっぱり確かに水圧は強いじゃんあの頭とかにあって <うん S 1> でもあれ顔に当てるとさ一応確かに強いっちゃ強いけどもう慣れてるんですけど私もやってると逆に弱いと足りないよねでも刺激が一番よくないっていうじゃんっていう子もいたりとか。 あとは頭洗う時に絶対上向くとかねそれはやりますねなんかやっぱここがたるんじゃうからそうそれは言いますよだからこうやってやっちゃダメですよそうあとシャンプーのこの液体の水が顔にかかっちゃうからやっぱ一応あれもあんま顔に見ると良くないからっていうのでこうとかやってるやってるあ一個あったねそれやってるよじゃ次いきますかえそれはメンバーの中にいるんですかあの中の誰か似たの美の秘訣みたいなあのコンテンツでやるトークのテーマの時があってお風呂 その中ですあのシャワーで変わらないにしてるっていう。今度絶対自分のも言ってよ。そのお風呂の中で顔を洗わないってやつ。あもう終わっちゃったんだね。絶対跳ねるよ次跳ねる。終わっちゃったんだよね。ねよ次回、ね、次回。次回跳ねないよ。 絶対跳ねるみんなすごいもんだってあんゆは絶対バシャバシャやってるあの子は清水のりだからあんゆ繊細なんちゃ絶対やってあゆちょいちょい出てくる全然いないのにここにいるからねあんゆね言っとくわ心にあんゆいるから今度ちょ呼ぼうよもう清水の米。一回呼ぼうよ来てくれますからはい。さあということでまあいろんなポスト X もいろいろありますけどハッシュタグ踊るウィークエンドでいろいろ来てますよさっきのあのさやめられない三大習慣。は週間リアルに紀藤さんなんですか やめられない、まあ今日もやってましたけどやっぱ被り物やめられないですね、そういうんいあとやっぱ本当だめだなと思やってコマーシャルとかでかぶってるこる子役とか見るとすごい嫉妬心が、うん、<laughs> 私もおにぎりかぶりたかったとか, <laughs> でも確かにそういう欲求が大事だと思う。 やっぱその気持ちがないとさ頑張れないじゃないでもちょっと今日は後悔したね重ねすぎた重ねれてからず茶色い意味分がんなかったもんねいらないのも混じってましたけど木の枝みたいになってて今、の今日来てくれた方が「グ踊るウィークエンド」で写真を上げてくれてますけども女の子も今日来てましてねラマりんたちゃんが3列目から行視してますっていう私の枝豆姿を写真撮ってて僕ガチャピンですね遠くから見ると。 今日ガチャピン来ましたねスタジオにあれエダマメだからね確かにガチャピンな。あれはお豆の季節ということで枝豆だったんですけどエダですよこれ、はい、あと今日いらっしゃった児玉の大仏さんも、うん、やめられない三大習慣が無駄遣いあ、うん、暴飲暴食私鬼頭の追っかけっこというこの方も専属カメラマンとして いいじじゃゃんんいいいい写真撮ってくださるんですよ、皆さん。確かに大仏さんですごいよね,そうねやっぱ仕事の写真ってないんですよ、うん、アナウンサーの皆さんって。だから結構ね、あのアナウンサー界隈では、うん、あの人は安全だからっていうのを知れてて <laughs> <laughs> でいい写真を撮ってくれて。<laughs> しかもみんなだって欲しいから本当は写真がでも一緒ですよレイスクイーンもでしょみんな、うん、いい写真やっぱ欲しいんですよ一緒です一緒です、ね、でさりげない写真がポーズ決めてるのいっぱいあるんですよいいっぱいあるそうでもなんかふっとした時の表情とかきれなやつとかねそ<う>あとなんか偉い人偉い人って言ってるんだけどうん、うん、カメラ撮る人の中でも撮ったやつをすぐポッて載せる人と、うん、撮ったものを若干肌処理してくれて載せる人とか大仏さんそうなのよそうあ そうなの大仏さん、本当、すごい、トップオブトップですね、トッブトップ、きょも一列目で、でもね、なぜか大仏さん、まだ上がってないですし、上がってて、上がってて、思がって今、加工してくれてるかもしれない、あかわいい、ちょっとなんか、飲み会の写真みたいな入ってますよ私の、あのこれ、よくないですね、新入社員の飲み会の写真が入ってますけど、も。嬉しいですね、あっ、オギちゃんズの方も、ジャックテクシーさんも、たかしさんですもね、朝のカフェオレ。 おなパクってるわ私のりお、ね、ちゃんもお手元にカフェオレがあって、うん、飲み会の後のラムネブドウ糖ってこと、うん、二日酔い防止だってへ<ー>まさにそうだねきっとね、うん、金曜日の夜更かしあまあしょうがないよね。 ああ次の日票死活があってもやっちゃうと。へえ。あでもリオさんの応援は生活の一部なので習慣じゃないですよということで。何それ。もう体の一部になってる。シー上げたくなっちゃうね。あげちゃうよ。そういうのでやられちゃうから本当に。リオちゃん毎回そうよ。毎回ねリオちゃん可愛いとかそういうねそうですよ。ご満足の人にあげちゃうパターンあるから気をつけてもうそれファンは勝っちゃってるんだから。すごいね。平等に行ってくださいよ。そうですね。あ。 そうかそうか、結構みんな見てくださった方、スクショしてくださってる方もありますね。うん、あ、リオちゃんのメガネ姿も久しぶりでしたねって。あ、本当にこれね、最近作ったんですよ。ゾフのメガネで。あ、そうなのこれ透明じゃん、うん、なんだけど、UV カット100なの。すごい。さすがです。銀座のゾフで。え、ね、<laughs> UV カット100って初めて聞きましたそう、なんか普通に99は全製品に割と。 なんかね、施されてたんですけど100っていう加工え初めて聞いたそれあれなの静岡のゾフにはないかもあるある絶対あるなんかカラーレンズってちょっとさちょっと格好つけすぎちゃうじゃん確かにでも UV 目からもやりたいなと思っていやそれすごくいいですよそうなんですあと頭よく見える <laughs> 間違いない間違いないでしょ今日ギャルだから頭がいいギャルだから頭いいさんざんお肌の話しましたんでお肌ってジュンジュンさんはいお疲れ様でした今日は島根から配信を視聴しましたそうだ 久しぶりにお二人のトークりオちゃんのバイオリンの演奏キトちゃんの歌声、うん、すごく楽しかったですこれからも応援していますありがとうございますわくしんさんもわくしんおさんもめちゃくちゃ楽しかったですアナライザーもお疲れ様でしたよしくんもありがとうございましたありがとうね全然あれですねつぶやきがオ応援中に行けなくて本当にごめんなさいですね確かにねあいいですね あ、新卒よりあキャリアウーマンに見えるとチェリーチェリーさんが私の格好ね。そうだよね。新卒ってなかなか難しいね。難しい。新卒ってもうさ、あれじゃん本人のさ負荷価値じゃん。そう、もうあのピュアさっていうか。そうそうそう。難しいよね。二十五億かってきてますね。さっきストラディバリウスの話ありましたもんね。二十五億ね。驚きましたね。誰が使ってるんだろう今。どこにあるんでしょうね。あ、大谷？ マジ？よくないですよ。よくない。まあ配信中い,いでしょうね。貸してくんないかな。なかなやその前に一平っ,って言ってましたね。<laughs> よくないですよ、一平さんそんなことしてないと思いますけどもね。<laughs> <で>どこの一平さんとは言ってないです。一平さんね。はい。ししさあということでいろんなメッセージも見ていきますけども、さあライブ配信も本当にそうだったんですけど、今日はこの時間も音楽の三大要素、うん、ね、先ほど勉強しましたまあリズム、メロディー、うん、ハーモニーなんですけども、うん、もう今日はこれでこの時間も。 ちょっとリズムに特化していろいろ遊んでみたいということでりょうさお願いしますそうなんですよまずはですねリトミックとかわかりますリトミックは最近聞きますねあの幼児教育っていうんですかそうだねそうだねあの友達の子供とかも生後半年とかからリトミック教室行ったりとか東京の友達してたりとかそうなんだはい。あと保育園なんかでもよくリトミックあるよね教えてるっていうか括弧して入ってたり英語リトミック体操とか書いてあって リトミックってごめんなさい。私あんまわかんないんですけど、私も正直わかんないんですけど、どういうことのことなんですか？おそらくはい簡単に言うとなんかね。リトミック私がやってたのはリトミックとソルフェージュっていうのがあって、リトミックは体で音楽を覚える感じで、ソルフェージュは頭で理解する感じでした。はあ <ー S>、なんかリトミックは動きながら。 手をたたいてリズムを取って音楽楽しいねとかで体で体感で覚える方でソルフェージュは超音とかあります先生がピアノ弾いてその音を自分で楽譜書くとかいきなり楽譜渡されて初見でその音符を正確に歌うとか。 なんかそういう音楽理論とか、なんかこう、こっち系とこっち系でした。動系ね、あ、じゃ、こっちがリトミックなんだ。そうだと思う。今日はこの時間、このリトミック、まあ、子供のリズム感覚なんかを育む音楽教育のことということなんですが。じゃ、あまずは。はい。そうですね。リズム、四拍子を叩いてみましょう。なるほど。四拍子は、一、二、三、四。一、二、三、四。で。 利用のやつですね。<laughs> そうそうそう。あそうダモンでダモンでみね。ねさっきの、うん、あのこの番組で生まれた AI が作ったそうです、ね、ダモンでという歌がありますけども、うん、このダモンでも四拍子四秒し。拍子はいこれで。じゃあまずは音に合わせて叩いてみましょう。はい。はいはいはい、じゃあミュージックどうぞ。一、二、三、四。いいですね。 じゃあここからリズム感覚のテストをしますおーこわ今の音に合わせてひたすら手拍子を続けてください途中で紀藤さんにはヘッドフォンをしてリズムの音が聞こえないようにしますでどれだけ今流れている音と紀藤さんがずれないかっていうのをやってみましょうそんなことできるの、ね、聞こえてるのにずれんのやめてもらっていいですか <laughs> <laughs> 今ずれたよね <laughs> いやこれは厳しいはい 集中しないとダメだ集中集中集中今でこれをねこの感覚を理解大体テンポ75四分音符75 bpm っていうんですけど、はい、まあリズムですねテンポが75になりますゆっくりめですね速い呼び出もある速もるなんかこれむずそう私も絶対ズレる気がする じゃあそろそろノイズが流れてるヘッドオンを押してもらいますえ、聞こえないのかなそれ実際え、かけてみていいですか疑いますねズンズンチャッチャーズンズンチャッチャーズンズンチャッチャーズンズンチャズンズンッチャーか音が聞こえるっていうよりもリズムのこの振動が来るわあー スピーカーからね、うん、ここ下げましょう厳しい厳しいやらせなしですね<っ>リオさんが今ヘッドホンをして確かめているところです音楽が聞こえないのかちなみにホワイトノイズで滝の音が聞こえるということでオッケー。なんとなくでいきますかじゃあ私は聞こえちゃうな多分私は大丈夫ですあの耳垢が溜まってるんで<え> <laughs> うん なんかもう大丈夫です撮ってもらってなんか絶妙に合ってました <laughs> ね、そうだねそうだね、ザーッてしてましたね滝の音にリラックスって書いてあっ全然できないリラックス <laughs> 不快音でしたわ爆上げしすぎましたで,も難しできてましたしいよ、ね、でもなんかね途中合ってたんですよねなんかねスタッフさんの首が動いてたんですよ <laughs> あの、正直それを見たらできちゃったんですって <laughs> あの時だから見てたんだみんなこうやってやってたの1一回ねしっかり合ってたタイミングあったんですよ、うん、それをねあのお二人がすごい首がぐんぐんって<ー> <laughs> ぐんぐんってなっちゃってたの <laughs> ちょっとカーニンニグ <laughs> でもね、ああいうの流れてると、こうなっちゃいますよね、うん、だからリトミックってことでしょ、あれが体とリズムが一緒になってるっていう、うね、う確かに確かに、自然にリトミックしてますね、うんうん、面,白面白い、面白い、そう、じゃあ、ワイと音楽の感性、高い方ですかうん、リズム感はギリあるわ、うれしい、ダンスがすごい苦手だから、まあでもね、意外とリズム感あるということで、うん、今後も歌うとき、ね。<laughs> だからさ、今日もあれメッセージもね歌ったじゃない。今日良かったよ。え本当。やっぱ過去一で良かった本当に。でもなんかやっぱリオちゃんのあのやっぱねプロをなめんなって一言で言ったっけ。うん。もう私あのこれからお教室に通うと思ってる。もうやめなそのやらないやつ宣言すんの。ボイトレやめな。まあ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 。いいじゃん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 。ちょっともうちょっと良くなるからメッセージ。本でもねその。 向上心が大事ね。大事あともう一個ね2曲歌えるようにしておくからありがとう「バンダーランド」と「メッセージ」忘れないでよ紀藤さんが割とうまく歌えた頃に私も一緒に歌うよこれのほら前話したんですけどボーナストラックが私も歌ってるんですよでもこれって片方が下手だと私も釣られるんで私今はバイオリンと歌なんで紀藤さんがちょっと変になってもすぐにメロディーつけるんですけど。 一緒に歌ってる時に変になるようなレベルなんでいやいや私につられちゃうから <laughs> でもつられるよね,るね一人が変だと本当に <laughs> <laughs> ちょっと気をつけよう <laughs> てかリオちゃんの歌声をみんな聞きたいです生で、うん、ってことは紀藤さんがちゃんと歌えるようにならなきゃだめだわ、まあ、それが。 私がいないか、うん、<laughs> いるいるリジゼンバーズのあれだからそうだね <laughs>。まあちょっとでも今後また向けて進化をしていきたいなと思ってます、ね。すね、皆さんよろしくお願いいたします。ますさあそしてメッセージというと今日はあの皆さんの三大やめられないことを募集してましたしプレゼントもねまだ全然決めてないのよ実はな,なんかちょっとそこを言っときましょうこれまた入んなくなっちゃうからオンエア中に。 どうかかな、なんか私さっきさ、そのリ,オリオカッズみたいなのあてるって言ったじゃない意外とみんなねあの書いててくれてるそうリオの MV 鑑賞を買ったりのでしょ嬉しいねリオをきれいに撮るとか、うん、あ、これも私あ、ね、これね私を狙ってるえコージさんやめられない一つ朝起きてリオさんの写真見てああかわいい二つ目お昼一息ついてリオさんの写真見てああかわいい三つ目夜寝る前にリオさんの写真見てああかわいいという習慣がやめられないあげちゃう。 あげようかだめ<ダ>メ <laughs> 騙されないで <laughs> いやー嬉しいねそれはでもほら利用活は当然でしょそっかそれはみんな本当は書きたいんだけど抑えてんだよ、うん、かぶっちゃうからだから違う人にしましょうせっかくだったら、えー、でもさっきの2人はね利用活の人にあげたいですねでも私誰言ったか忘れちゃったんですよねスタッフさん覚えてます <laughs> <laughs> 最初の方だったと思いますよえー誰だっけなー、うん なんかやめなくていいんじゃないみたいな人はいたよねいた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 うんスマホをいじってね落ちあお酒ねはーはーはーあ,あこの人いいわヒロロさん「はい、僕は寝る前のスマホがやめられません偉そうなやつに寝る前のスマホは睡眠に良くないよ」って言われますがそんなの聞く耳を持ちませんこれからも一生いじり続けますだってえ <laughs> 超良くないもう会 <laughs> える あげますか <laughs> なんか意思がすごいから、うん、強いねなんか強いよねでもそんな強いこと言ってる、うん、ひろろさんすごいなんか宣言みたいな感じですねさっきだからあれかなどれ言ったかなあへえ。神奈美の江野さんはね、うん、推し勝つと、うん、子供の頃からお祭りの屋台でついつい買って食べちゃうチョコバナナ で、可愛い,い、うん。あと猫が好きで、賃貸住宅だから、うん、ついついの地域猫と遊んじゃうよって、え、すごいね、猫に好かれるってすごいと思う。あ、うん、すごい、しかもね、地域猫。うん。うん、自分ちの猫じゃないですもん、ね。すごいですね。この方は、かんなの絵のさんですね。じゃ、その人に、ひよ。猫に好かれる。あの、むつご,ご。えのさん、えのさんにあげましょう。え、なんて人。かんなの絵のさんです。おめでとうございます。はい。 4864のよしさん、ね体の話、洗うところ左からって話しましたけども、でもこの辺の方じゃなかったですね、プレゼント当たったのはね。えっとね、バクシーンは覚えてるんだよね、3つ目、オカ活だったんですけど、読んでたんで、リオ活ツ豪華かったから、これだって本当はもらってると思う、ユスさん、私のやめられない三大週間、定期入れに入れてあるリオちゃんのチェキメッセを、朝の通勤時と仕事帰りに見て、うんとうなずいて改札を通る。 二番リオちゃんの新曲ができると必ずココスキポイントを見つけてしまう三番超鬼せっかちすぎることまあ三個目がリオちゃんと関係ないからダメかいやいいえいいのココスキポイント見つけてくれるの嬉しいああ、これゆっさんゆっさんゆっさんおめでとうございますえ行った行くもう結構行っちゃったんじゃないいいじゃんいいじゃんねえ オちゃんん褒めたもららもえるのそんなことねでも本当に今のここ好きポイントとか結構嬉しくて確かにねなんかね意外とそのよく曲を出した時にこういう曲ですよっていうのは言うんですけどでも細かくはさここはこうでとかさすがに説明しないんですけど説明しないのに、あのー、ファンの方がこここうだったよねって言われると。 えーわかるーって <laughs> そかそここ <laughs> 言ってないけど気づいてくれたーみたいなやっぱ結構嬉しくてそあ、うん、まあ、そんだけ聞いてくれてるってことだからね確、うん、確かに確かににやっぱり私いろいろやってますけどバ、うん、イオリニストなのでそうですね音をちゃんとねうんやっぱ結構こだわって作ってるので毎回ね、うん、そういうとこを褒められて嬉しいなって思いますねうん、うん、これはカッタリノさん、うん お仕でこのモータースポーツ観戦と、うん、まあお仕事と3番が就寝前のリオのミュージックビデオ鑑賞おいいですねやめられない行い,いきます。<うん S 1> 早い。あ早いえこのコージさん読みましたサーキット編っていうのありまして、うん、朝からグッズ売り場に並んでサイン会参加券のゲット、うん、走っているマシンをかっこよく撮るそしてリオさんを綺麗に撮るすごいね。最後リオえこれ上げちゃったらそんたくやばい。カッタリーのコージで終わっちゃうよ。そうだねちょっと もう少し紀藤さん選んで私今3人選んだからイケポアさん1番食べること2番寝ること3番チャンリオへの愛を全力で表現することです最高ですねみんなもらいに来ちゃってんなこれ元カノさんも疲れるとチョコレートを食べちゃう疲れるとアイスクリームを食べすぎちゃう人生に疲れると海を見に行っちゃう大丈夫あげるあげない大丈夫って書いてあげないあげないだって海で聞いてそのままどうにかなっちゃったらねこちらは何でしょうああ <ん>ワンワンちゃん、うん、素晴らしい演奏ありがとうございますと今日の感想も載せていただいて、うん、あのさっきの,の YouTube で猫、ね、の動画をこの方、うん、あの見るんだってワンワン、うん、だけどやめられない猫派なんだけどねこの方が、えっと、ファンサービスが超一流です面白いトークも最高ですって、うん、褒,めの褒めのさんなんか帰ってきてましたねこれ,とないでこれはねワンワンさん。この方あ朝バナナを 食べるうん出勤してから朝パンを食べる、うん、毎日15分のお昼寝へ<ー>あと3時ごろにおやつ、うん、って書いてあるえタンタンさんその食べてるんだんはあどうしようかな結構なんかみんないろいろあんのよななさんお風呂上がりのコンビニスイーツ食事の支度をしながらチョコレートつまみ食い3番ポテチを食べたら止まらないいやーこれ結構みんな可愛いねうんあ さっきのああのあれじゃないですか、うん、女の子二人いた中の一人が、うんうん、あのモカウサギちゃんが、うん、ほぼ毎食コンビニ飯マジメイク落とす前に寝落ちあさっっき言ってた、ね、YouTube、インスタの関連動画エンドレスの再生で時間を溶かすうーん全部即やめたいんですけどどうしたらやめられますかとえ、これモカウサギあげたいですねほぼ毎日コンビニ飯っていうじゃあ,あげましょうこの方にリオちゃんの曲で癒してあげたいですね。人とあ え、キトンさんあと一人。えっとゾウさんのアイコンの人です。うん、キャフさんキャフさん。じゃキャフ。言ってましたよね確かねあげるって。挙げるって言ってた。これで多分みんなかな。五人。じゃりおさん五人お名前お願いします。はい。一人目ひろろさん。お。二人目かんなみのえのさん。えのちゃん。三人目ゆスさん。ユスさん。四人目モカウサギさん。モカちゃん。五人目キャフさん。はい。 となります,おめ,ますおめでとうございますありがとうございますはいサイでねそうえっとなんだっけギャルメガネと枝豆,、ねはい、枝豆のサインを入れて送らせていただきます無事五人決まってよかったですね決まったーオーー中にねー危なく入らないところでしたからかフラットっていいですねあると フラッ、ね、トがあるからなんとかなるみたいな、ねね。さあそしてお時間の方が結構来てますけど、本当？次回のライブ配信のお知らせもリオちゃん、<ー>6月にあるんですよね。はい次回は6月1日土曜日となります。おおこれはまさか場所は。 これいいんですよね。もう発表ですね。ね出てる出てる。あ出てる。なんとね次回もですね公開となっております。すごい。で今日はあのー、15人というもう40万人中の15人でしたけども。そうでしたね、残念な皆さん多かった。次回はですね、うん、もう野外のあのイベントの会場なのでもう皆さんぜひ来てほしいんですけども、えー、公開録音となっております。6月1日土曜日16時30分からエスパルスドリームプラザ。 静岡一早い夏祭り夏一フェス by SBS ラジオということでこちらのイベントに私たちが出演させていただけるんですね。そうなんですよ。ええ静岡一早い夏祭りねお天気いいといいですね。<へー S 2> ね <ー S 1> 6月1日ですかあのドリップランは結構いろいろ楽しめてそうなんですねあの船に乗っ 乗れたりとか、観覧車があったりと、乗れ、もう、お金払えばですけど。払う、払う。あと観覧車も。ええ、この人はいいよ。あとやっぱ静岡ですから、清水はマグロとか美味しいんで、お魚の美味しいお店があったりとか。あとちびまる子ちゃんの。あ、そうです。とか、エスパルスのグッズが売ってたりとか。ええ、ラブもいる。え。 いないいないか多分いないと思います誘ってみるね一緒にちょっとあんゆちゃん来ちゃくちゃ毎回あんゆちゃんあんゆちゃんっていう人がいてね家近いんじゃないかな清水ですからまあでも本当に皆さんの6月1と2で SBS ラジオのこの静岡市夏早いというこの夏一ベースがあるんですけどもあの我々が出演するのは6月1日土曜日の午後4時半からということですからぜひ皆さんこれでも夕暮れですかね かなあ,あまり暑くないといいなと思いますけどね。6月1日だもんねまだ、うん、まだ暗くないんじゃない終わる頃にちょうどこう景色が変わるパターンのあれじゃないそこで我々の歌声でそう最後やっぱメッセージやばいよさすがに公開だから練習してきたらい,いつも練習してあれなんだよ絶対にしない絶対にしてない。<laughs> <laughs> 絶対にしないかかかるるるももんん私よねやってきてできない人とやったけどやめて先生やめてリオ先生ほんとやめて本当にまとえて10年ぐらい先生やってたんで分かるよね目を見たら音聞いたら分かるも分かい間違い方が違うのやっぱりそうね確かにやってきてないよ本当に厳しい本当に厳しいメッセージ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 お返ししましょうか分かりますかね本当にいことで6月1日は生リオリエにぜひ会いに来ていただいてディセンバーズも今のところ何かを歌うという。 もしかしかたら、ね、ダモンで歌う可能性ありますよダモンでやばい皆さんと清水の <laughs> 確かにねこれまさにそこの土地の人たちの方言ですか,ら確かにね歌詞もなってねそれを詰め込みましたからねね、はい、まあ皆さんでもこれを歌うに行くのに説明が長くなっちゃいますね、うん、そうですねそう実はこれで AI でお願いしてるから、うん、か,か説明したところでさなんかあんまり分かんないじゃん, <laughs> 刺,さん <laughs> 刺さんないかもしれない <laughs> あのステージでもう一回これを作ればいいんじゃないですか新しく清水バージョンで伝わるあのの日限定のそうか また機材借りてこなきゃいけないよね。ん難しいんだよなんかちょっとトラブルあるし。いろんな大人の人が動かなきゃいけないからやめましょう,そう,そう。あんまり面倒いこと言わないでって顔してるから。あ、うなずいてるみんなこ <laughs> うやって四秒してうなずいてる。<laughs> 大人さんが四拍子で <laughs> これ以上は佐藤さんを名いてます <laughs> やめてください大人を取るのは <laughs> まあでも6月一日はですね入場無料となっておりまして <うん S 2> 野外であのもうね広々とした場所でしょはいなのでたくさんの方が会いに来てくれたら嬉しいですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあお時間の方がもう本当に来てしまいましたけども最後にりおちゃんとバイオリンでキラキラ星を歌ってお開きにしようかなってことですけども <laughs> 本当にはい これやると脳が活性化されるって書いてあるよ分かったいきなりやるのこれなんか次回清水やろうかって本当清水やる一回やっとく練習しとく清水のためのオッケー。三ページ目ですね台本のねあ戻ったのねはい戻りましたよ OKOKOK じゃ最後皆さんともうだんだん日も暮れてもうもう7時ですからね一緒にキラキラ星でそうかこれキラキラ星って脳の活性化になるか四拍子を考えてやればいいんですねでもキトさん 英語の英語で歌わなきゃいけないよ。yes。どうどう、そうそうでいい。オッケーです。お願いします。行くよ。ちん。トゥインクル、トゥインクル、リトゥル、サ。は。 すごい脳がもうフル回転で <laughs> 活性化したのにお開きとなります。<laughs> はい、ということでフラットらしくていいんじゃないですか,かはいということでまた皆さん次回お会いさせていただきたいと思います、はい、ではいきますよせーのフラット,ラットありがとうございました 本当の最後のせ、中島さんですからね。<laughs> さようなら。さようなら。中島さんで、さようならしようじゃ。中島さんね。中島,んね中島さんで。中島さん、さようなら。なら中島さん、いなくなりませんよ。休 <laughs> みということで、ありがとうございました。ま,したまたでーす。はい。